マルティン・ドレーベスは第二次世界大戦時のドイツ空軍の夜間戦闘機のエースパイロットである。52機の撃墜はほとんどがハンドレ・ページ・ハリファックスやアブロ・ランカスターといったイギリス空軍の4発10爆撃機であった。ドレーベスは様々な型のメッサー・シミット BF-110 で飛行した。ドレーベスは1918年10月20日にハノーファー近郊の 小さな村ローブバイブラウンシュバイクで地元の薬剤師の息子として生まれた。1930年代終わりにドイツ陸軍の士官学校に入校し、卒業近くになった1939年にドイツ空軍へ転籍した。ドレーベスは最初に北海上空の防空警戒飛行を担当するメッサーシミット BF110 装備の第76駆逐航空団。 第2飛行隊に配属された。1941年5月に、ドイツ空軍は、アングロイラク戦争でイラク側を支援するために、ハインケル AGE111 の一個飛行中隊、第4飛行中隊、メッサーシミット BF110 の一個飛行中隊、1機のユンカース190を含む輸送機12機で構成される、イラク航空指揮官を派遣した。中東での10日間の小競り合いで、 ドレーベスは一機の戦果を挙げた。連合軍側の対抗する航空勢力は警備であり、ドイツ空軍は主に地上支援活動に専念した。モーセルでのイギリス空軍による襲撃により破損した2機を部品取りに使用したにもかかわらず、5月26日には飛行可能な BF-110 は残されておらず、翌日にドレーベスと部隊は撤退した。その後まもなく、 ZG-76 は夜間戦闘機部隊に転換され、第3夜間戦闘航空団と解消された。ドレーベスは戦争終結まで所属することになる第1夜間戦闘航空団に移動する前に、ドイツ上空で夜間での一定の戦果を上げていた。1944年に NJG-1 第3飛行隊の飛行隊長になった。 戦争終結までに252回の作戦飛行に出撃し52機の戦果を挙げた。このほとんどは通信士のゲオルグ・ショルシュペッツ総長を同乗させてのものである。ドレーベスは白洋付き私鉄十字章を授与された。戦争終結時にドレーベスはイギリス軍の捕虜となり1949年にブラジルのブルメナウに移住してそこでブラジル人の妻と暮らしていた。 ドイツにはたびたび帰郷、2010年に妻を亡くし、2013年の10月に死去した。ハノーファー航空博物館でのマルティン・ドレイベス235回の作戦飛行で、ありがとうございます。